女生徒は、ダザイオサムの短編小説。1938年9月に、女性読者有明宿から、ダザイの元に送付された日記を題材に、14歳の女生徒が朝起床してから夜就寝するまでの1日を、主人公の独白体で綴っている。思春期の少女が持つ、自意識の揺らぎと、その時期に陥りやすい、遠征的な心理を繊細な筆致で描き出し、 当時の文芸辞表で、川端康成たちから認められ、太宰の代表作の一つとなった。川端は、この女生徒は可憐で、花だ魅力がある。少しは高貴でもあるだらう。作者は、女生徒に、いわゆる、意識の流れ風の手法を、程よい程度に用いている。それは、心理的というよりは、叙情的に音楽じみた効果を収めている。としている。タイトルは、 当時、太宰の奇編にあったレオン・フラピエ作、桜田助け分け、女性とた発展から取られた。作品集、女性とに収録された後、女性に再録された。青森県立美術館、静岡県立美術館、島根県立岩見美術館が2014年に合同で、実施した、企画展、美少女の美術史において、展示品として制作された。 原作が主人公のモノローグで書かれているため、出演は朗読のゆさみもりのみである。主人公の空想シーンには、原作の発表当時に少女に人気のあった松本勝児の画風を取り入れるなどして、昭和初期の表現を行っている。2014年カラーアニメーション作品。ありがとうございます。